こんにちは、ゆうきです。今日は浅草に来ています。この後ね、夜からジブリ展に行く予定で、それまでの間浅草で観光したいと思います。見てください、着物借りちゃいました。着物屋さんで着物に着替えているところです。かっこいい感じの着物があったので、今回はそちらを選んでみました。じゃじゃーん、こんな感じです。黒色の着物に白色の帯をチョイスしてみました。ちょっとね、長さが足りないのでくるぶしが出ちゃってます。まずやってきたのがこちら、雷門です。やっぱりこのね、風神雷神がかっこいいですね。さあ、門をくぐってやってきたのが仲見世通りです。うわー、人がすごいですね。仲見世通りはですね、本当にいろいろなお土産屋さんだったりとか、あとは食べ歩きのスポットもたくさんあるので、歩いてるだけで楽しいですね。そして皆さん見てください、招き猫がですね、たくさん置いてあるお店を発見しました。すごい数の招き猫がね、手を振ってます。可愛くて癒されました。ここで人形焼きを購入しました。まず人形焼き1個お願いします。1個は100円です。お願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。人形焼きゲットです。まだね、出来たてみたいで、すごくホカホカしてて美味しかったです。うまっ。お、スカイツリーだ。ようやく見えてきました、宝蔵門です。やっぱり迫力ありますね。すっごい、やっぱ大きいな。個人的にはこの宝蔵門と五重塔が一緒に見えるこの位置がすごくお気に入りです。ついに見えてきました、本堂です。いやー、やっぱりあの屋根の形が美しいですね。惚れ惚れしちゃいます。ここで頭が良くなる煙を僕も浴びていきたいと思います。さっきの宝蔵門も本堂も木造建築に見えるんですけど、実は金コンクリート像なんですよね。初めて聞いた時びっくりしました。こちらにはですね、天井にも龍の絵が描かれているんです。かっこいいですよね。ぜひ皆さんも来た時に天井にも目を向けてみてください。ここでおみくじをやっていこうと思います。出ました。90番です。
90番の棚に入っているおみくじの紙を取ります。じゃじゃーん、大吉でした。やったー、嬉しいです。疲れたのでちょっと休憩しています。足元を見るとやっぱりちょっと着物の長さが足りてませんね喉も渇いたので続いてやってきたのはこちらです。神谷バーです。僕が頼んだのはこちらの電気ブランデーです。それではいただきます。アルコール度数がなんとなんと 30% です。わあ。飲んだ感想としては確かにアルコール度数はすごくすごく高いんですけど、甘みがあってね、すごく飲みやすかったです。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。浅草観光も楽しんだので、そろそろお目当ての場所に向かいたいと思います。ここからはネタバレになっちゃうかもしれないので気をつけてください。はい、やってきました。金曜ロードショーとジブリ展、もうこの日を楽しみに楽しみにしてきました。すごく嬉しいです。今日はですね、実はヤックルと一緒に来ていますヤックルと一緒に展示会楽しんでいきます。こちらのエリアではジブリ映画のポスターの中に入り込んで写真撮影ができちゃうんです。こだまたちを発見しました本当に至る所にジブリのポスターであったりグッズが置いてあって、歩いてるだけで楽しかったです。次は魔女の宅急便のあの名シーンの中に入り込んでみたいと思います。続いて風の谷のナウシカのオウムの世界へやってきました。暗闇を抜けた先にいたのはなんと可愛いチビオウムがいました。本当に今にも動き出しそうなぐらい細かく作られていました。そしてその先には大きなオウムもいました。なんと目が光るんです。今日は着物を着て浅草を散歩して、それから大好きなジブリ展にも行けました。すごくすごく楽しい一日でした。皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。